走りは片足ジャンプの連続になります。滞空時間が長いジャンプができれば瞬間的に速く強くしっかりと蹴って走りが良くなっていきます。勝ち癖アスリート育成塾の小妻です。今日は足が速くなるジャンプトレーニングを紹介します。ジャンプはですね、なぜ大事かというと、走りは片足ジャンプの連続になります。だいたい 100m でトップアスリートが40から50歩片足で踏んでいきます。元、オリンピック金メダリストボルト選手の場合は、最後のトップスピードが約1歩で 2m98cm という長い距離を進むことができます。片足ジャンプの連続という走りはやはりジャンプが大事になります。まずアンクルホップというジャンプを紹介します。アンクルは足首、ホップは飛ぶということで足首ジャンプになります。よくジャンプで言うと、その場で反動をつけてジャンプをします。これだとジャンプするときに膝が一回曲がってゆっくり溜めてまたジャンプをするので、これだと足が速いジャンプにはなりません。速いジャンプとは足首を使ったジャンプで速く飛んでいきます。足首がリラックスしているとジャンプの時に音も遅く小さくなってしまいます。この足首を固めることによって命令が速く、そして速く強く体を持ち上げることができます。この使い方は実は脳から足に向けて神経の命令が大事になってきます。頭から一番遠いのは足、そして走るときに大事なのは足の強さということは、頭から足に命令をしていくこの速さと強さが大事になっていきます。ヒントとしては、膝を曲げずに足首を固定して強く強く命令を出しながら上に飛んでいきます。いい姿勢から腕を振ってというジャンプをしていくと、よく力が伝わってまっすぐに飛べます。もし姿勢が悪くなるといろんなところに飛んでいきます。また膝、腰、頭、このラインが崩れることによって曲がるところが出てきます。そうすると命令の道も少し曲がってしまい、速く伝えることができません。曲がって足まで伝わるので最短距離ではなくなってきます。また体がグラグラしてしまうので、姿勢はまっすぐに行うといい姿勢でジャンプができます。ではこのジャンプトレーニング10回やるので、しっかりと上に上がるような腕振りでその場で10回やっていきましょう。ではいきます。せーの、というふうに滞空時間が長いジャンプができれば瞬間的に速く強くしっかりと蹴って走りが良くなっていきます。実は走りにはスキップがいいと言われます。スキップはリズムを取るので、その足の入れ替え、トトンとトントトンっていうところが速くなり、手足の入れ替えが速くできていきます。普通のスキップです。では足首のバネを使った大きなスキップです。普通のスキップだと小さくあまり音がしない状態ですが、足首のバネを使うとこれだけ大きく速く体を持っていくことができます。となると体をどんどん前に進めてくれるので、どんどん足が速くなっていきます。力が大きく、そして速く前に行ける、こんなジャンプが走りにつながっていきます。その場のジャンプも大きなスキップも走りにつながっていきますので、ぜひお家でもやってみてください。この動画が良ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
勝ち癖。